企画はこちら、パシャポン参戦台、回して回して回し続けろ。はい、ということでガシャポーのデパート池袋総本店さんに許可をいただき、およそ3000台あるガシャポーの中から好きなガシャポーをとにかく回すという夢企画でございます。やばくない？だってさ、ガシャポーとかさ200円300円400円とかするやつをするじゃんか。からもう回し放題ということで、すごいモテンション上がってます。今回もですね、女子会ですがの番組スタッフの岡村ちゃんにご協力をいただきまして、ビデオ通話でこうあかりのね、ちょっと希望を伝えながら代わりにガシャポンを回してもらいたいと思います。普段ね回したりするよ、秋葉原のヨドバシで。うん、ヨドバシさんでもさ3000台はないと思うから、ちょっとめっちゃ楽しみだから、いっぱいなんかレアなものを見つけてこう回していきたいと思います。それでは早速通話をつないでみまーす。よこんにちは。こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様です。今日もよろしくお願いします。すごいね、そうなんですよ、ガシャポンのデパートいっぱいある。右の方にすっごいあります。おお、奥がすごく多いんですよ。じゃあちょっと品定めをさせていただきます。池袋だと女の子もね、そうですね、先ほど伺ったんですけれども、6割7割くらいが女性のお客様ということで、いろいろエリアに分かれていて、はい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 、面白い系のやつとかの方が気になりますか。ちょっとじゃあ面白い系になるかも。じゃあちょっとそっちの方に向かってみますね。すごいね、本当やば。すっえまだあるの？分かれてるんですよ。やばいね、すごいね。お、待って待って、何そのなんかさ、バラエティのところのさ、なんか下に遺跡ってあった。これですか、このそう、それ何？眠遺跡。眠遺跡、ヨーカーの世界じゃん。回せと言っていただけたらもう回します。ちょっと、ちょっと、ヨーカーに気になりますか。ヨーカーの世界行きたいと思います。200円なんだ、安い。いい、あ、ごめんね、なんか今日はいっぱい開けてもらうと思う。あの栗入りのやつです。お、やばい、栗ようかんが当たりました。いや結構大きいです。でかくない？結構。あ、触り心地ですか？触り心地は。プニプニはしてないですね。え、ちょっと待って、栗ようかんとかこれ一番いいやつなんじゃない？そうですね、なんか当たりっぽいやつ。え、栗ようかん当たりました。いえいえ、ありがとう。あ、待って、ピエン。ピエン、いろんな絵文字のガチャです。あ、そうなんだ。でもピエンが欲しいかも。ピエン狙いで。ピエン狙いで。さっきちょっと栗ようかんに運を吸われてしまった。あ、確かに栗ようかんに運を吸われたからね。ユニコーンか。ユニコーンです。でした。メルヘン。違うんだよな。ゲロ入ってるやつとピエンが良かったな。じゃあもう一個、もう一回やっていい？確かにクオリティが高くてびっくりした。あのユニコーンはちょっとユニちゃんとかにあげようかな。頼む頼む、ピエンかゲロ、こい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 。綺麗なやつが出てしまいました。あー違う。あー、じゃあ岡村ちゃんお願い。もう一回泣き回りで、もう一回お願い、お願い、お願い、お願い。ピエンゲロ、ピエンゲロ。あの、あかりさんの心が綺麗というか。あーありがとう岡村ちゃん、なんて優しいさ。でもあかりはピエンかゲロが欲しかった。ピエンの縁はなかったということで、次に行きましょうか。はい、ちょ待って、その下のブランコって何？あ、これはブランコですね。そのままブランコですよ。ミニチュアのブランコです。これはブランコですね。めっちゃ面白いじゃん。ちょっと待って。最近さ、こういうさ、ちょっと不思議なものがあるよ。あ、そうですね。なんか勢いで回してしまって、買ってからどうしようみたいなものとかですね。ちなみにさ、はい、岡村ちゃんが気になに、それシックスパッドじゃん。これちょっと行こうかな、1個。それはさ、フェチなんだけど結構高いじゃん。当たりの感覚がわからないですが、確かに。でも女性用が欲しいな。 L、S の女性用かな。わあ、あー、でもなんかすごいね。でも再現率はすごい、シックスパッドって感じ。誰かにあげよう。ゆきちゃんの誕生日プレゼント、これちょっと探そっか。よくない？え、ゆきちだったら、はい、鳥、あ、鳥、鳥、そうですね、鳥が好きじゃん。チュンチュン買ってるから鳥、鳥ちょっと探してみて。え、ちょっと待って、その下、下ね、あかりの好きな食べっ子動物のがある。行きますか。やってほしい。うん、ゆきちの誕生日はちょっと
ょっと置いとこう。ちなみにどの子がいい子かってございますか。白クマ、白クマがいい。うん、白クマ狙い。この経費は一体どこから流れてるんだろう。どうしよう、仮の給料から経費だったら。そんなわけないよね。食べっ子にヤドカリとかいたんだ。嬉しい、ありがとう。これもユキチにあげよう。いらないものを押し付けようとしてませんか。じゃインコの世界にしようか。何色だったっけ。文鳥ちゃんでしたかね。インコというよりは文鳥だったような気が。文鳥ちゃんはインコとは違うのか。ああ、え、文鳥ってどれ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 。頭が黒い子。コトリングってめっちゃ可愛い。え、それにしよう。それ5本回してさ、ユキチに手に5本つけてもらおう。すごい、あ、これすごいですよ。ガチャのカプセルが、あの卵型になってるんですよ。うわぁ、文鳥来てほしいな。文鳥来たー、やばい。ユキチやったよ。5種類いるから、全制覇したいの。え、待って、もしかして、もう1人いただけますか。もしかして文鳥、多分なんですけど、多分チュンチュン2話目です。なんか岡村ちゃんのさ、おすすめとかある？気になるやつとか。嘘でしょ。岡村ちゃんという女は。なるほど、一徳あと体が気になるんだな。え、どれ狙い、どれ狙い。あ、いやでもタライもちょっと捨てがたいですよね。お、あ、え、やばい、すごい、すごい、岡村ちゃん持ってる。すごい、ちゃんとタライです。よかったね。今日から選択できるよ。え、じゃあもう今、今回しちゃいなよ。糸川欲しいんでしょ。あ、もう経費で引いちゃおう、引いちゃおう。あ、おー、すごい。おめでとう。これは、岡村ちゃんにプレゼントです。え、岡村ちゃん、ちょっと割ってもらってもいいかな。マジで変わる。もしかして一回割ったら終わりなのかな。そうですよね、割っちゃったら青の、お、青色、あかりさんカラーの瓦です。え、あ、これ3枚、あ、ほんとだ、ありがとう。さすができる女。3枚セットの瓦、おお、鬼瓦の方で何が違うんだろうね。ちょっと全然わかんないけど、高級感があると思います。高級、高級、あー、ほんとだ、あかりさん、ラス位置ですよ、これ。私初めて見ました。ガシャポンの売り切れを初めて見ました、私。え、待って、人気すぎないこれ。さ、割るときに岡村ちゃんの最近のちょっとあのストレス、ストレスですか、人調子がでもいいし、この暑い中池袋にやるんじゃねえよとかでもいいし。岡村ちゃん、瓦割っちゃってください。3、2、1、早く寝たいです。あ、そしてすごくちょっともう一回いいですか。結構硬い、やばいやばい、もう一回いってみよう。せーの、あ、結構硬いですよ。あ、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 すごい、叫ぶのを忘れてしまったんです。すごい、マジで真っ二つには。すごいですね、ちゃんと、ちゃんと。ありがとう、岡村ちゃん。いえいえいえ、こちらも、はい、じゃあ、気をつけて帰ってきてね、はい、お持ちして、お持ちします、後ほど。うん、はい、楽しみに待ってる、瓦割る。バイバーイ、お疲れ様です。お疲れ様。めっちゃ行きたくなった。え、行ったことある人いるんじゃないかな。もし行ったことあるよって人いたらコメント欄とかにぜひ書いてください。で、なんかおすすめのガシャポンとかあったら教えてほしい。え、4100円も使ったの。でもあれですよね、あれって経費ってやつですよね。ちょっ、バニ